カットアップないし今までにトップ10に入ると思います。あ、本当に？でも服着てる表紙って珍しくない？ね、服着て表紙珍しいよねと思いました。私はお姉さん看護師なんだ。お姉さんそうです、お姉さんは元アイドルです。今は一般人です。そういえば昨日のセミはどう見てもハエでした。みんなそうやって言う。誰もなんか私の味方してくれる人いない。マネージャーさんがすぐ来たんだけど、 LINE なんか投稿したら5分後ぐらいに、いやハエですってなんかね、ハエかみたいな。車乗るなら何がいい？軽自動車普通自動車とかをなんか運転できなそうだから軽自動車。トラック乗ってる、すごいね。おばさん LINE 既読する？いや普段は絶対しない。返信は一言、まあそっけなくてもするんですけど、既読するはあんまりしないんですけど、あんまりに私がなんか無言で必要書類の写真だけ送ったりとかもするんですよそういう時はなんかまあそのまま確認したんだなって既読する時あるけどパン台湾にパパです私が嘘すぎるえ、本当だったらどうしよう台湾時差あるよ、1時間早い台湾の方が。そう、なんか雑誌とかカレンダーとか送ってあげたいんだけど、送り方分かんなくてマジ申し訳ないって感じ。知ってる人いますか？欲しいね。会議中だったのよ。 TA の写真の皆さんよ。オリンチャ写真の아닙니다제언니의사진입니다제가제언니가저랑똑같은나이때何歳の時これ20あのほらまとめてるやつは20超えてるよね。じゃ上のしっちゃけてる方が、うん、あれば17ぐらい。あ、そうなんだ、うん、その下の子ね、うん、だけどまとめてる方の20歳過ぎてる。これ여기여기있는사진이알아요그뭔가하나하나이거는그스물하나라스물하나그정도그이거랑이거는17살때찍는사진이라고해요제가그래그저저랑닮았나요얼굴언니입니다어제언니언니언니履歴がすごいことになってそう。ああ、カトップのインタビューに公園なら自転車乗れる話も載ってたのね。公園どうデビューできます？いや、あのね、デビューはしてるんだよ。本当に乗れるの？うん。公園のぐるぐるは乗れるよ。だって何もないじゃん。ね、同じ方向のぐるぐる。あ、そうそうそう。もちろん。多分、左回りのぐるぐるだよね。うん。多分、8の字とか無理だね。え。公道はね、もう、諦めてるんですよね。半分というか8割とても右回りのぐるぐるはできない。おばさんどんな車乗ってるんかな。車乗ってんのかな。乗ってないの。乗ってないって。パパよく迷子になります。サントリーマムのメロンソフト味食べてる。なぜその味。なんかさ、メロンが季節なの、季節だからだと思うんだけどさ、至る所でメロン味の何かが出ててさ、特にたい焼き屋さんなんだけど、
たゆきやさんどこもかしこもメロンソーダ味っていうのどんな味なんだろうね。フライデーっていつの間にか木曜発売になったの、今回だけ、多分今回だけですね。私もびっくりでした。チームちゃんもまっかいなんかやね、まずやいげはんぐがわろうもらがわぬじもろげっちまんがらよやち。お母さんは車運転する。高速はダメ。ああ、高速は乗れないんですよ、ママ。一回さ、二人でさ、一回さ、ママ間違って高速に乗っちゃったことあるでしょ。面白かったよね。どうしていいか分かんない人だったよね。え、どうしたらいいの？なんで高速乗っちゃう？マジでやばかった。めっちゃ怖がってた。あの絵文字めちゃくちゃセミっぽかった私は雲です。インゲン喉に詰まりそうになった今。寝る時もパジャマじゃない、私はね半袖のパジャマをねあまり持ってないんですよ。だから T シャツと短パンで寝てることが多いですね。短パンはあるんですけどね、可愛いパジャマの上があんまないのですよね。うん、グレタしんど、大丈夫大丈夫。それはイカでしょ。え、でもイカにしては赤いな。タコとイカのハーフ？トイストリーは見てないんだよね。TikTok の俺は線に飛ばした。え、すごい。おめでとうちゃん。白水に泥ついてるのが写真集のオマージュみたいな感じでよかった。ありがとうございます。確かにそんな写真も写真集にあったね。日本の方が早いんじゃないの？だって台湾と日本、台湾が早いんじゃないの？でも中国って日本より1時間早いよね、うん、と思うよ、今だから多分8時前だと思う。いいよじゃない、うん、おになのマネたるまんなよ、つったよ。おりがいるけたまんなよ。じゃあうりうりなんかコール앞에서얼굴보면서おりがたるまんな이런거많이했는데전혀모르겠어요저한저희한테는뭔가아무도다르아무닮았는것같고닮았어요니테르때언니짠또すごい。どこが似てるのって聞いてみたけど親が一緒のところじゃない。そりゃそうだ。日本の方が時差早いって。あ、そうなの？へえ、そうなんだ。まあ時間だからまあ誤差か。おっきぬにまな名前にたるますね。あ、ちんちゃよぬ。あ、でもぬぬん。제엄마랑똑같은것같다요。뭔가？あん？うん、ぬにたるまんのが같다。엄마랑。엄마는가요이게저도언니도메가니데르때그야채일본어로뭐라고해요그야채는인겐인겐입니다あ、日傘はね、壊れたままです。今日も刺したかったんだけど、ちょっと壊れてて、なんか、
刺しててもなんか不安だからいつ壊れるか分かんなくてやめました。あ、イカなのね。タコみたいな色のイカだね。パサつかない、全然パサついてない。飲む気をカムサミーだ。学園祭の準備作業でもう2人楽しみな。学園祭の準備してる時が正直一番楽しいです、かったです。なんか大変なんし、夜まで残ったりしなきゃいけないから大変なんだけど、結構一番楽しいのよ。インゲン豆？細い、そんなに細いっけ？筋なしインゲンなんだよね。うん。でもさ、たまに太いのもあるよ。あんま変わんなくない？人間？いや、人あいがあんあんごくイオンイオンイ人間インガンヌのイイイン人間人間なみょうインガンヌよインガン。生じゃない。茹でてある。重機婚以外ご常駐。重機婚なごへよ、いえ。うん、잘네요。日本語なの。제 韓国語には濁音がないって本当ですか？うん、あるっちゃあるけど、あんま区別は難しいかも。だっていう記号のはずなのに、たって聞こえる時もあるし、たって発音する時もあるし、難しい。あ、5万円美味しいよね。確かに。うん、まずはこの茹でたの食べないと。うん、まずはこの茹でたの食べたい。じゃがいもとかもそう、まずはふかしいも食べたい。うん、渋さん終わった、お疲れ様です。好きな食べ物と苦手な食べ物。好きな食べ物は決めるの難しいけど、一応プロフィールにはイチゴとパンとウニって書いてあります。嫌いな食べ物、苦手な食べ物は人参と納豆です。あとカニカマ、あ、イクラも、あ、インゲン豆のことをカンナンコンって言うんだって。インゲン豆とインゲンって何が違うの？太いか細いか。インゲン豆はじゃあ中の豆なの？ああ、顔にテープが貼ってあります。これはニキビパッチですね。右の鼻の横、これニキビパッチです。カニカマ私も苦手です。カニカマ苦手、カニがそもそもアレルギーなところはあるんですけど、カニカマとカニって違うやんっていう感じなんですけど、カニカマ苦手です。다친거요？아니요아니요여드름이요여드름。メカニキつけてるのかと思う。
ニカマ好きとして許せない発言です、ごめんなさい。でもうちの家族は私以外カニカマ好きですよ。普通のかまぼこは大丈夫、カニカマってあざといよねどういうこと。甲殻類アレルギーなのか、私もエビは生エビ加熱したのなら大丈夫。ママもだよね、うん、日本語禁止ライブしてもいいけどみんなが困惑しちゃう。んピクサー店いいの、行きたい。カニもそうなんだけど、あんまり食べるとなんか気分が悪くなる。私カニあんまいっぱい食べたことないからわかんないけど、でも食べ過ぎは気分悪い、確かに。いつも前髪上げてる男子がお出かけで髪を下ろしてきたら燃えますか？燃えると思う。でも個人的には前髪下ろしてる男子が上げる方が好き。そっちのギャップの方が好きかも。うん、でも前髪上げるのっていいと思いますよ。顔がよく見える。食べた後眠くなるのどうしたらいいかな。寝ましょう。したら眠くなくなるよ。眠いときは寝たほうがいい。前髪下ろしてるカニカマ、いやなんかやだわ。なんかやな。ランちゃんの前髪あげ好き、ありがとう。新たわけか七さんわけ、人似合うならどっちでもいいけど、考えてる。七三分けかな。私は韓国人の髪型が好きだから、こういうの、こういうの分かる、言いたいこと、こういうのがいいです。はい、こういうのがいい。あのでもね、あんまりね、なんかこうなってるのもあんまりなんですよ、なんかこういう感じ。ご飯食べた後お風呂入ればいい。ご飯食べた後すぐお風呂入れるのすごい。無理、一回休憩しないと無理。夜中まで休憩、そしたらメガネつけてる人が急に外すとよく見えるのとか、そういう感じと一緒じゃない？逆もか、そうか。でもギャップ萌えっていいのよ。オーバーサイズかジャストサイズ、私オーバーサイズはあんまり好まない。ジャストサイズってもあまりにもピチピチすぎてもちょっとあれですけど、でもちゃんとサイズが合ってる方がいいなぁと思いますね。でもピチピチは嫌じゃない？それは合ってないの。スモールサイズか。それは合ってないのサイズ。ちゃんとジャストサイズがいい。じゃあパンカンやばしちゃったよ。パンカンと商売よ。ささっと。자오랜것같은데진짜요저저는엠믹스의혜원이가너무좋아하는데그혜원님이
하고있는그앞머리있잖아요그앞머리는저합니다제가앞머리길게하면길게되면한번해보고싶은머리스타일이에요오오후로가사기하데스すごっ私お風呂がマジ一番最後に力を振り絞って入るものなんだけどテレビ見ながら横になるとすぐに寝てしまうので困っていますわかるうちはテレビじゃなくて YouTube だけどさあなんか見にくいなって思ったらコンタクトしてなかったしていい夢がはあよく見える好きになるからこっち見ないで無理無理見ます風呂とか深夜派です私もですDenki代20,000円で困ってるんですけどどう思いますかでもエアコン変えたらすごい電気代安くなってるねエアコンいいのにしな裸眼でした忘れてました夜頑張っても入れない時いいから朝風呂派ですいやでも分かる分かる無理な時あるよね夜くもりでっぺよ감사합니다이게언니가주는거예요생일선물로이게다이아몬드19살때생일인가작년에선물인것같아요이쁘죠헉미끼썩이쁘죠이게다이아몬드18살때선물도금금인데금금은오빠를했어요오빠를에어컨이너니스나가치어도바이스얘는마지대가와리마시다요寝る直前に風呂入りたいと思いつつ寝落ちマジでわかるしかもさなんか変な時間に寝落ちするとさ変な時間に起きるじゃないですかやだよねもう絶対男の人より女の子の方が風呂大変だからさっさと入ればってか言われるけど向き合ってわかるわかるめっちゃわかります髪の毛長いしね私なんかほらマジで時間かかるじゃないですかなんかさシャンプーでシャンプー顔洗顔ボディーソープいろいろやることがあるししかもお風呂上がってからもやること多いじゃん髪の毛乾かすのも時間かかるしスキンケアだって時間かかるしん何しかもほらボディクリームとかだってさ塗らないとほら男の皆さん男男性の方々が好きなあのもちふわ肌という世の中にはならないわけじゃないですかだからみんなね頑張ってるんですよだからさっさと入ればとか言っちゃダメ頑張ってるのよめっちゃわかるお風呂入るときに寝てしまいます危ないコンタクトワンデーだよ前にストーリー載せてたメガネの上げ方ってあれどうやってやってたの何のことだろうああこうだこう薬指で風呂マジ時間かかるめっちゃ時間かかるよ髪の毛長いし量多いしじゃあ今日のプレイリストボーゴメロマンスの俺足しとこえ
있는데좀저는개가좋을것같아요아진짜요제가요즘에빠져있는곡이만모르겠니요즘난미친사람처럼너만생각해대체급시니가점점좋아져아니야취했어진짜야널정말사랑해눈물이나만큼원하고있어이유따나노요네髪染めてから洗うのね何か悲しい洗うたびに色落ちるからでもまあ色落ちを楽しんでるね今は結構初めてインスタライブ見ました本当ですかありがとうございますなんでお金かかる確かにでも私絶対さワンウィークとかワンマンスみたいなやつさ洗えないと思うんだよねちゃんと洗っちゃんとっていうかなんか清潔を頼もてないいくなるのはちょっと嫌だなって思うのでワンデイなんて曲チェチュンコベあと最後の告白っていう歌です大好きアルバイガイのアニメ今はアニメちょっとお休み中で今はあのゲーム実況にまたハマっちゃったのでゲーム実況見てますバイオハザードちょっとそのバイオハザードのゲーム実況にハマったから多分いろいろ見終わったらねバイオハザードの映画を見るんじゃないかなって思い始めてます分かんない思ってるだけで見ないかもの価格を簡単にするとチェチョン神戸になる神戸と告白って似てるよねちょっとあれうん私だけかイカダのゲームあーあれねあの正式リリースになったやつあれ面白いよね深谷何度でした今日36ぐらい39度ぐらい伊勢崎40度でしょ熊谷はその間だよマジで暑いでも昨日の方が暑かったかもしれない本当昨日めちゃくちゃ風吹いてたよ東京は大江もう午後は吹いたって言ってあそうなんだめちゃめちゃ風吹いてて歩くの大変だそうね、まあ、そうしてとこ、あるぎゃだいせんがでまさよ。あ、く、お、ちょうかげでみょん、ちょうかげまらみょん、제가요즘에한국에서유행고기가어떤게있나그렇게생각해서뭔가유튜브에서검색했어요검색해서뭔가메론차트있잖아요그차트를공개해주시는유튜브영상이있었으니까그걸봐서그냥듣고있어요그러면뭔가듣고있는중에뭔가어이거어디서들었나그런곡이있었어요그제목이제중고백이었어요그제중고백이사네마스네 OST 에는거아그노래가이노래이렇게해서 알게됐어요신도뭔가생각나서뭔가감동진짜로비레치와미워이맞다미워리마시다비레치는出た時に追って見てたから今4見てるよ何何何音符されな音符だ何コメント面白いのかな気づいた
나는한국어노래를별로안좋아해서일본에서평소밥상듣는데아진짜요저는일본노래가뭔가다마음에안들어서 한국노래밖에안 뭔가반대반대반대인가요도쿄가가지치스이제가지어떤데저나한테答えたらいい私あ、拾いました？本気そのバイオハザード上手だよね。私もそう思いました。梅雨明けたってくらい暑いよね。それだ。明日モンキーパークでね、目溶けないで頑張ります。え、溶けないで。溶けたらダメだよ。一緒でしょ。そうなんだ。外出てないからじゃない？風強くて川に落ちる危なすぎる。クフエドニガシルタミョンなくてもいいけきちゃんけやなけばほんじゃぶるけやなれさらごいさ溶けたらダメだよで溶けちゃったらしいダメじゃん凍らせたいって夕食は取りました今夕食はメカジキとインゲンですなぜならお腹が空かないからメガネライブ希望って書いて次回メガネだけが画面出てるライブだったらどうしようかな心配絶対やろそれチョコレアスキムチャロンのガボリダンチグメキムソラブリカカマンウジュサバドバチャギのチョピョチョピョクヨクヨちょうどさなんかアイスクリームぐらいに溶けるのがちょうどいいみたいなコメント見て思い出したんだけどさこの曲チョコレートアイスクリームみたいに溶けてしまう私の気分今の私の気分はソーラブリーみたいな意味で今思い出しましたチョコレートアイスクリームのガボリーヌンチグネキブソーラブリーカカマンご飯は食べるけどなんかそもそもその一日一食でっかい食事をするとでっかい普通に食べるともうなんかその後のご飯が その後あれお腹空かないんですよだからまあ大体昼ちゃんと食べて夜はお腹空かないから食べたいなとはならないトキついて駅から家までパピコ食べながら帰ってきましたいい考え昨日のレッスン何教えたのちょっと匂わせてみんだよ昨日のレッスン教えたことを言っていいのか私にはわからないので何も言えません私はね運営じゃないからわからないぜひ運営さんに聞いてみてください今日の昨日体育祭超焼けた大丈夫まだほら1週間ちゃんとケアすればなんとかなる本気色も乗れるリメイク感のレドマナよああぬねこういろんこよ雪の花今年最後の雪の花で合ってる、うん、チャングンソク好きな韓国俳優さんいっぱいいるんだけどなんかドラマ見たらその人好きになっちゃい派な人間だからこの間まではアイフソプさんが好きだったしちょっと前はなんだソン・ジュンギさんが好きだったしファンシーちょっとポップトゥルあポップトゥルボイスだよねー
다연하죠뽀뽀뽀뽀뽀뽀좋은노래였어요진짜나연이는레전드레전드나연언니는진짜레전드제가처음으로한국의아이돌을좋아하는사람이나연언니였어요나연언니가너무귀여워서너무예뻐서너무잘춤도잘하시고노래도잘하시고진짜올마이티잖아요그모습이진짜변했어요지금도그렇고뭔가예전데요있어도아이브있어도좋고그뭔가빌리의하람도좋고좋았는데진짜가짐없이가짐없이어쩌는가나연언니는계속좋아합니다燃費がいいんですね車か私は車かピカー朝はねあんまお腹空かないタイプ日本人さんの偉い偉いだ偉い偉いでしょありがとう偉い偉いって褒めてくれて2歳の子がアンパンチしてきたらやられてほしいです。え、絶対やられる。かわいい。めっちゃかわいい。確かに痛いのは勘弁。好きになったドラマの映像好きになっちゃうねうんなっちゃうサングチョアへそハングルを배우고나는일본チョアへそ일조너를배우고뭔가재밌네요 아일본은제가일본을배우고뭔가재밌네요맞아요제가한국어를배우고싶다라고생각하는이유가한국아티스트였으니까진짜감사하고있어요그아티스트는지금없는데그사람그아이돌분한테는진짜감사하고있어요예나禁止なのかな禁止禁止って言うんだっけあれなんて言うんだっけなんだっけ乱視どっちか乱視が入ってた気がするんだけどどっちかなのか忘れちゃいました もうさっき絶対川好きでしょ絶対さっき最新見てたら川で溺れました絶対川好きじゃんとか川遊びとか山登りとかするのあんましたことないです日焼けでヒリヒリな肌のケア方法教えてくださいまずは冷やしましょう冷やして、まあ、化粧水とか冷たいパックとかしてパックするのはおすすめですよ医薬系のパックビタミンとかそういうのが入ってるビタミン C がね医薬にはいいからあとビタミン C をいっぱい取るのもいいと思いますあととりあえず保湿とそのちゃんと冷やしてあげて鎮静させてあげれば多分なんとかなりますパンパン履いてる男子あ似合ってればいいと思うえでも私これアイドルの衣装の話なんだけど男性のアイドルが若い、まあ、20歳ぐらいの子たちがあの短パンになんか謎の竹のソックスとか履いて踊ってるの好きで好きなんですよ
いいよね。膝上ぐらいの短パンに膝下丈のソックスを履いて踊るのとかすごい好きで、少年感があっていいなと思います。レモン丸かじりすればいいですかね。いける、いけそう。レモン丸かじり大丈夫そう。あ、いいの思い出してくれた。何？キウイ買ってきてたんだ。あ、そうなんだ。最近はなんかアイドルにもハマってるんだけど、なんか普通にバラードみたいなのとか聞くのにハマってて、韓国のよく聞いてるから最近は歌を口ずさんでることが多いです。俺の友達でも丸かじりできる、すごい。そういうあとの人たちドレスコードのようにたくさんいそう。やめ、好きな服着てきてくださいね。体幅はすごくないですよ。でもこの間までさ、おかしかったじゃん。うん、いつの間にか治った。なんでだろう、組んでたのかな、やっぱり。え、レモン苦いっていうか酸っぱいでしょ。健康なクゲヘイパンチャンネルチュンチュンネルシカオジロンマンガンオーマイオーマイガーハガントセウゴイサザーバーワンツースポーペプシクセブン You make me feel like eleven。 みんなが知ってる K-POP ってどのグループなの？イボネソードボルパラガサチュンゲユミオヨユミオアジョうん、夢はじょ、그볼빨간사춘기라는노래가있잖아요。그아름다운아름답던그시절을나나봐서아픈만큼파해도사라지지를않았어라는곡。그노래는일본어버전도있고진짜유명한것같아요。저도그노래부터알게됐어요。얼빨간사춘기제가처음으로듣는게프로듀스 X11 이었을까요그때커버브레를봤을때이노래를알게됐는데진짜저전노래카라소주지대めっちゃカラー多いね。うわ、カラーめっちゃ多い。ですよね。あ、カラーと少女時代。でもカラーと少女時代日本にもいっぱい来てて有名だったもんね。少女時代は。너만나설레임을어느에떠올리는마치가너지금뭐이미기응適当に言った。少女時代は사랑해너리는기미대요그려왔던헤매이메그이세상속에서반복되는多分みんな知ってる少女時代の曲は「ノムパンチャパンチャヌーニブショジジジジジ」でしょ。めっちゃなんだっけ、日本語バージョンが分かんないや。 G でしょ、 G。 あ、モモランド、トワイス、プロミスナイン、ラララボンラララボンが好き。ラブボムがラッポン
ポンラポポニャラポン。エバーグロウボンゴアペタスカ、うんうん、K-POP バズってる曲のサビとか弾くかの曲にしてるし、私のおすすめは今はね、女の子は IVE、 男性はベナイプ。他にいる？ベイビーシックスはだって私の推しがいない。うん、曲がいい、曲を楽しみたいとかそういう感じだったね。ベイビーシックス、曲もダンスもビジュアルも楽しみたいはベナイプがおすすめです。わからそのよしで、ちょっと俺までドラゴンだ。ちょうどよ。カラと少女時代めっちゃ久しぶりに聞いたって韓国の方が。다시만나세요맞아요저는이노래가너무좋아요 좋아해요오늘부터우리는너좋아진짜좋아아고고사마아아아기리기리마데네바기바운명的な出会いがきっと待って。これキウイです。あ、サイ流行ってるね。でなきゃ準備やせよそしよてたらいてあねあれろさいデスプリ、いや分かんない、デスプリですって。アイスじゃないよ、キウイだよ。え、甘くない？え、じゃあこれ3つ食べる気になっちゃった。なんかカンナムスタイル、カンナムスタイル、なんかカラの時私めちゃくちゃちっちゃかったから、ちっちゃいって言っても小学生ぐらい、中学生ぐらい、身長ね、ちっちゃかったからあんま記憶ないけど、でも覚えてるから。でもチェグネルセラピン、わちるきなわちわちるきなわちるきなわちわちるきなわちるきなわちわちるきな、うんうん、アンピーヤです。 That you should get away,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  that's the thing again, that's the thing againYou should get away, you should get away, I'm fearless. Bam, ba ba bam bam, ba ba bam bam, ba ba bam bam. A pink. Mr. Chu, you really Chu. A pink は私のお姉ちゃんが好きだった。ギャル、じゃあね、ギャル超かわいいって曲知ってる？遊びたい、かわいい子がいいってやつ、それの替え歌で、ギャル超眠い遊びたいってコメントしてきた人が韓国でも流行ってるんだよこの曲。パーフェクトヒュームとカンナムスタイルのサビが少し似てる。ああ、確かに。カラーは私あんまり曲知らないんだけど、アイズワンはフィエスタが好き。フィエスタでもあの曲難しくて歌えません、高くて。
アイスバーンは民牛が好き、民牛が好きでした。私民ってつく人好きになる傾向でもあるのかな。四民、民獣、民牛みんな同じ民だ。ギャルちゃんイプタガチのレイプネガチョギャルちゃんケッサムショチェキプリイエプリプリ超可愛いの部分の四個バージョンってあれなんて言ってんの。ギャルちゃんイプタガチのレイプネガチョギャルちゃんケッサムショチェキプリイエプリプリって言ってます。あ、意味はね日本語と一緒ほとんど。ミンつける人大量発生しちゃったウンビちゃんじゃないアイズワンのリーダー。これキウイ食べてます。キウイ作りましきもこ全員がキウイミンミンズミ別に好きではない、うん、えでもちょっと取っとこよ。あね、ミンミンゼミで思い出したんだけどさ、あの暑くなりやす頃ん梅雨の前ぐらい、なんか外で泣く虫いるじゃないですか。あれ何いつもセミだと思ってるんだけど、アブラゼミ。あれえセミじゃないよね。あれあー、ちょよりのレドちょわよ、まざよ、ちょうどよ。LVSMB。あ、くんでちょなに、イエナのレド、オームちょわんみだ。うん。I say yeah, I'm gonna make you smile, smile, smile all day. くのれテーマが、スマイルじゃないよ。うん、トイレがえすとテーマがスマイルすにか、もんが、うんみょん。うん、きょうすよ。つくつく帽子。え、そうなの。ミミズ変える。ミミズは泣かなくない。ちょっと待って。ミミズ泣かなくない。え、なんかさ、泣き方違うセミ。セミじゃないってば。セミじゃないんだって。なんかさ、え、なんか夏の始まりぐらいだよね。え、梅雨の始まりぐらい？春。春だって。ごめんなさい。春でした。食べるの好きでしょ？え、これダメじゃん。食べたいもの食べて何が悪いのですか？え、ミミズって鳴くの？え？ミミズって鳴くの？ミミズなの？え、ちょっとその前にミミズって鳴くの？まだ聞いたことない。だよね。日暮らし？コオロギ？ジーって鳴くやつ。夜中だっけ。夜中にみたいな感じで鳴くやつ。暗い時。え、ウグイスじゃない。でも絶対セミじゃないから。セミってだってさ、キウイ何個目？半分の2個目。だから1個です。1人1個だよ。なんかそんな、私そんな爆食いしてるように見えるの。人間だって僕に人間だって多分10本ぐらいしか食べてないです。あれだってしかも1本を半分にしてるから2本食べたら1本だからね、うん、5センチくらいに切って。全然みんな答えてくれないじゃん。カエルとかお化けとか言ってえ、聞いちゃいけない鳴き声とか言わないでよ。日暮らし、あ、スズムシ。なんかスズムシは秋じゃん。日暮らしは、日暮らしってさ、じゃあみんなここで久しのドラマやえ、ドラマあんのかよ。民主が全然。ねえ、私みんな言うほど大食いしてないんだけど。あ、私さ、ごめん言っとくけど、一人前の量食べてよく食べるね、たくさん食べるねっていう人好きじゃないですね、うん、一人前の量しか食べてないのにたくさん食べるねとかいっぱい食べるのねって言われるのあんまり好きじゃないです。
だって1人前しか食べてないじゃんってなるから。たくさん食べることを可愛いねって言ってくれる人と付き合いたいです。全然食べてないな。キュウリだらけになっちゃった手が。手がキュウリだらけになっちゃいました。それわかる、分かってくれてありがとう。인주드라마캐스팅돼서거기있었으면방송에서모를수있을것같있을거예요진짜요와기대된다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 食べたいものをたくさん食べて何が悪いのよって感じ。そんとそれな。てかさ、食べたいものをさ、美味しそうに食べるその姿を愛おしいと思ってほしい。私はあったね、いっぱい食べる君が好きって言ったね。私どんだけ大食いキャラなの。2人前をペロリといきそうとかって言われてるけど、私の言いマジで今死んでるから本当に2人前とか食べれないよ。でも食べたい時はある、いっぱい。でも胃がダメって言ってくれる。これ以上は無理ですって。だからなんか食べ放題みたいな、なんか食べ放題で食べ放題ができなそうだからいけない。私どんだけ大変なイメージなんだよ。だからあれじゃない、そのさ、四五センチの人間はさ、何回も噛んでる食べてたのが全部一本に噛んだら切る。みんな見えてるものだけが全てじゃないからね。春に泣くなしでググったら首切りギスっていうのがヒットした。何それ、しかもちょっと怖くない名前、首切りギスって。やめてよ、今からお風呂入ったりするんだよみんな。無理になっちゃうよ。なんか最近はもうすぐお腹いっぱいになっちゃうんですよね。まだ食べたいのにってなるよね。回転寿司ってさ、三皿とかやめて。え、それから三皿とかやめてほしい。私いっぱい食べる男の人が好きですよ。いっぱい口に入れてここをなんかこうリスみたいに大きくしてもぐもぐする人が好きです。私美味しそうに食べる人が、私好き嫌いない人が好きだし、自分嫌いあるくせに悩んでって感じですけど、好き嫌いなくいろいろ食べるとか好きだし、なんか食わず嫌いしない人が好きです。はい、春になくし何言ってるんちゃうかとか調べたのにごめん。振り回してごめんね。超映え？風呂に？やめて。お風呂に虫出たらまたシャワーぶっかけるから。熱いシャワーぶっかけてやる。苦手な食べ物は人参と納豆とカニカマ。クビキリギス見た目キモいの？キリギリスの仲間それ。チブラヤエドアルタンアナハングギーに있었네요。ほんとなかったよ。そのあれなかった。ピーマン嫌いで食べれないので生まれ変わってきます。いってらっしゃい。私ピーマン好きだから。嫌いだったの？嫌いだった、嫌いだったというか嫌だったけど食べれるようになりました。いつの間にかピーマンめっちゃ好き。ピーマンあったらなんかご飯食べれる。カニカマってことはカニはいけるんですか？あ、いけないです。アレルギーです。だし、あんまり好きじゃないです。
てかむしろ良かったよねアレルギーで、なんか好きなものがアレルギーだと辛いけど、メロンが苦手です、どうすればいいですか。かわいそう、無理に食べなくていいよ。え、でもそうアレルギーありますから。私もメロン別にアレルギーがあるってわけじゃないけど、なんかあんまり甘すぎるのとか食べたり、ちょっと食べ過ぎたりすると喉かゆくなります、すごく。この間それなってさ、ちょっとメロントラウマ。メロンとかね、スイカとかでもたまになるし、桃、あ、リンゴとか桃もたまになるんだけど、でも好きなのフルーツめちゃくちゃなんか食べちゃう。でも自分でやるよ、なんかあんま食べ過ぎたりやばそうだなとかって時はあんま食べないし。そう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 、調節するって言って自分でやる。あ、じゃあ調節しよう。あー、ごめんなさいごめんなさい。蚊に吸ってるものです、泣きそうです、ごめんなさい。人参甘いから、昔は食べてたらしいんだよね。ピーマンの肉詰めのピーマンなしなら食べれます。ハンバーグやん。あ、一番好きなのいちご、いいよね、いちご美味しいよね。パイナップルって舌が痒くなることあるじゃん、食べ過ぎると、うん、あれってパイナップルの成分なんだよね、うん、食べ過ぎなくてもなる時になるよ。好き嫌いってなんでなるんだろうね。いやー、ステーキとかについてくる甘い人参苦手、わかる。私人参の甘さが好きじゃないから。でもそのサラダとかにめっちゃ千切りとかになって入ってる人参とかなら食べれる、あんま味感じないじゃないですか。味を感じなければ食べれるんだよね。桃いいですね、桃大好き。私誕生日の時期が桃の時期だから、ちょうど桃めっちゃ好きです。人参と海藻サラダだけは未だに食べれない。うん、人参は共感する。でも海藻サラダって好きなんだな。あのサラダといえば、サラダの上に豆腐が乗っかってるの私は得意じゃないです。豆腐とサラダは別々にいただきたい所存であります。でもでもママもさっきもみんな好きなのよ、豆腐サラダだから別にいいんだよ、いいんだよ、別に豆腐とサラダが乗っかってきても私は豆腐とサラダを別々に食べるだけだからいいんだけど、そう、自分で避けて食べます。おにぎりの話でしょ、さっきの。冷ややっこ別に嫌いじゃないよ。カレーはカレーの味が濃いから人参もちっちゃいのなら食べれるけど、大きいのはママにあげる。でも外でカレー食べるときは頑張って食べる。そちらの所存理解いたします、ありがとう、嬉しい。桃好きなんですか、ピーチ姫って呼んでいい？いいよ、ピーチ姫。でもさっきお姉ちゃんの方がアレルギーたくさんあって大変そうです。豆腐食べれないし、でも食べたいんだよねきっと。さっきは豆腐好きだよねきっと。豆腐と納豆食べてみたい。大豆アレルギーなのに、そう、納豆とか好きなんですよね。さっき大豆アレルギーなんですけど、それもきっと自分で調節してるんでしょう。ステーとかで食事苦手なの出てきたらどうしてるの。それはまた別、食べるよ食べますよ、アレルギーじゃない限り食べますよ。虫捕まえた、やった。この間小学生の虫捕りしてました。いいよって言われると思ってなかったから困惑してる。ピーチ姫。
なんちゃん特に爆買いキャラと思わないけど、オンライン再会の時結婚の確率で食べ物の話してるよね。それはオンライン再会してる時がちょうど夜ご飯の時間でお腹が空くからです。お腹が空いた状態でお腹が空き始めてくるんだと思います、その配置してる時。でもなんか私結構撮影の時とか、なんか大事なシーンとかの撮影があったり、そういうオンライン再会とかはそのご飯お腹すくだろうなと思っててもなんかあんまりいっぱい食べないんですよ、その撮影前に。なんかなぜかって空腹時の方が集中できるんですよ。だから大事なシーンの撮影とかそういう仕事がある時はあんまりいっぱい食べないで、その終わった後に食べたりします。空腹時の方がね集中力が上がるんだよ、だからそうしてる。食べると眠くなっちゃうから、糖がね血糖値が上がって眠くなっちゃうから、ご飯あんまりいっぱい食べないとか。でも一回なんか撮影で結構大事なシーンの撮影があって、もうご飯食べてだからもうすぐ次そのシーンだったから、あんまり食べないようにしようと思ってご飯をね控えめにしてたのよ。でもそれ、その私その時のそのご飯すごい好きなお弁当ですごい食べたかったのに少なくしたの。そしたらで撮影再開したら、リハーサルしてる間に雨が降ってきて30分ぐらい撮影が止まって、こんなんだったら食べれたじゃんって思いました。食べたよ。残りは食べたけど、終わってからまた残りは食べたけど、でね、中華のお弁当で麻婆豆腐入ってて辛くて美味しいやつだったのね。でしかもごまのごう入ってたのね。めっちゃ食べたかったんだけど、ちゃんと集中してやらなきゃいけないシーンだからやめようと思って我慢してた。でも雨が30分くらい、ゲリラ豪雨がゴリラ豪雨が来て、そう、最近の私とママの流行り言葉はゴリラゲーム。大事な時の毎食事会を、そう、でも結構マジでそうだと思う。あんまりほらお腹いっぱいになっちゃうと本当になんかトロトロしてきちゃうんだよな、脳が。全然伝わらないよね多分この擬音。脳がトロトロするってやばいよね。ゾンビかよみたいな感じだよね。空腹の方がいいんですって。私の友達がそのツロンかなんかでやった。言われてみればそうでしょう。トリガー最終回楽しかった、ありがとうございます。いっぱい見てください。細貝さんのせいじゃないと思う。なぜならその時に細貝さんはいなかった。でもわかんない、どっかで外に出てたかも。あ、ゲリラゴリラゲーム、なんなのあれ。放送で間違えたのか、あれ。全然それは知らない、季節は知らないけど、うん、今すごい文字の入れ替えじゃん。あ、文字の入れ替えで楽しいんだよ。あ、どっかの会社がつぶやいたのゴリラゲーム。あ、少しお腹に入ってないとダメなんだ。あ、でもそういうの人にそれぞれありますよね。私もそう、あんまりお腹空きすぎるとそっちが気になっちゃうから、そう、顔も知らなっちゃうからちょっとだけ食べるとか、ちょっとお腹に入れるとかするね。粒より立ち終わるんで、粒ちょっとも思うぐちんちゃよ。うん、ちょんちょわみだ。熊田真澄さんみたいになってた今、こうやってていうかぶつかってさこうなっちゃった。あ、それで謝罪してたんだゴリラゲームで。あ、冷やし中華私まだ食べてないんですよ。今日の夜ご飯、夜ご飯なんかいろいろいろんな夜ご飯があるんですけど、うちにはいろんな時間帯で夜ご飯が行われるんですけど、冷やし中華らしいです。そう、ゲリラ豪雨のことをゴリラゲームって呼んだらしいよ。で、撮影がさ朝から始まる時とかもさ、あんま朝いっぱい食べちゃうとさ
なんか眠くなっちゃったりとかするんですよね。お昼もあんまりなんかいっぱい食べると眠くなっちゃうし、とりあえず私食べると眠くなっちゃうんですよ、いっぱい食べると。だからね、結構ね調節してるよ。この後の夜ご飯、私は食べない夜ご飯が存在してるんだよ。そう、これから帰ってくる方たちの、別に寮とかではないんですけど。ゲリラ豪雨って言葉が出始めたぐらいからゴリラ豪雨使ってる僕は何者なんでしょうか。先駆者ですね。先駆者。電子レンジで美味しい冷やし中華。冷えてないやん。あった、あたたか中華やん。え、あれみたいな。ちょっとゲシタルト崩壊的な。食べたら眠くなるとか、お子ちゃまじゃん、それよく言われる。赤ちゃんじゃん。おはよりぬんちゃんぽんぜるわざよ、そのちゃんぽんぜるさんみだーけよじめいるまねさおちゃましぬんちゃんぽんちびがです。一切よくまちちょはんてぬんぜるちゃんぽんにましぬんちびぬんでくよんさんのちっこいぬんでくよんちゃんぽんにちゃんなあねおしちゃんなあにおっさよ。그래서그집에짜장면도너무맛있고짜장면의그위에고추가있었는데그고추가진짜최고진짜맛있었어요아아오시짬뽕한국의짬뽕오시아노한오이센의話をしてたんですけど私がすごくいっぱい楽しんだら皆さんにも紹介してあげます。混んじゃうからさ、最近新しくできたところで今混んでなくてちょうど行きどころ行きやすい感じなのよ。いっぱい楽しんだら教えてあげるから待ってて。でも最近韓国語いっぱい喋ってるから韓国語は喋りやすい。ゴリラ雷雨って言ったら空からゴリラが降るみたいな。怖すぎ、絶対死ぬよね誰か。そろそろ終わりますね、こんな時間になっちゃったから。スクショタイムしましょう。スクショタイムのメガネを渡します。なんか私ってメガネかけると目大きくなる？新大久保行きたいです。韓国料理食べたい。私も。母国語以外話せるの憧れ尊敬するね。ありがとうございます。でも私も母国語以外を喋る時が来るなんて生きてて思っていませんでした。ちょっとね、そうだよね、思ってもいませんでしたって感じなんですけど、喋れるなんてみたいな。でもね、性格診断 MBTI 診断っていうのしたら、私 INFP だったんですけど、INFP の皆さんは第二外国語を習得するのに長けてるんですって。でもそのね、そこには第二外国語までしか書いてなかったので、第三外国語の話はしてなかったので、私には英語は無理かもしれません。韓国語がぴったりだったと思います。그가게어딘지알고같은아진짜요그자그럼이따가 DM 해주세요근데그한국사람들이맛있다고느끼는집이알고싶어요저는그뭔가한국맛이랑한국인좋아하는맛이랑
일본인좋아하는맛이좀다르잖아요그한국사람들이진짜좋아하는맛이제가알고싶으니까뭔가알려주시면좋겠어요그일본에서맛있는집이있었으면한글문제가네지네한日で覚えられたの。マジそれだけが奇跡だと思うんだよね。それが奇跡だった本当に。向いてんだなって思いました。それかあれかな。ジュニアの好きだから話せたのかも。あ、アリエットで好きな俳優が出てきたら英語をマスターできるはず。私もそう思いました。だがしかし無理だった。作ったよ。英語を覚えたいがために。ハリウッド俳優で好きな人無理でした私の友達ワンディーが好きでワンディーが好きなのを理由に留学して英語喋れるようになったんです私もそんなのできるかもしれない韓国でできたしとかって思ってやってみたら無理でしたハングル文字半日で覚えられるよあ、覚えられるよ多分覚えれる人は当たり前だってそんなのさどのあれでも一緒だよね英語覚えられる人覚えられるに決まってるごめんねなんか当たり前のこと言っちゃった無理だったんだよねえ今も努力してるなんか英語喋ろう喋りたいし喋れるようになりたいしかっこいいし努力してるけど終わりますね皆様来てくださってありがとうございました何の宣伝をしようかと思ったかと言いますとねこちらですこれフライデー発売中ですそれとカートップの私今ちょっと手元にないですけどカートップの表紙させていただいててあの紙面にも載ってますインタビューと水着が載ってるのでよかったら買ってくださいよかったらというか絶対買ってください特にこのフライデーよろしくお願いしますフライデーってハガキついてるんですかよろしくお願いしますねあと、もうねもうすぐもう1ヶ月切りました7月18日にはあのルンちゃんハッピーアニーと題して生誕祭と芸歴15周年をお祝いする会があります東京渋谷のライブハウスで行う予定でチケット絶賛発売中でございますのでぜひぜひツイッター確認チェックしていただけたらなって思いますよろしくお願いしますコマワッサヤちょっとコマワッサヤあります中は水着です中は水着です中は水着ですってなんか変な感じですよね表紙は服カートップは表紙は服の表紙なんだけどあの中紙面は水着で載ってると思います水着とインタビューが載ってると思うあとなんか言うことなかったよね大丈夫だ あとそう7月2日のグランドフィナーレ抽選当たった皆様そして一般販売ゲットできた皆様よろしくお願いいたしますグランドフィナーレですねトリガーがデッカーとの行きたいのに行けなかった人はどうしたの行けなかった人は皆様の愛の力をウルトラチャージして光を会場に送ってくださいあとはドライブとかでその時に勉強してくださったとかじゃーんあ私が言えたら言えたら言ってよければな感じですねかしこまりましたそれはあのママのことですよねなんかこちらにもいらっしゃるじゃないですか、まあ、そうだよねそういやなんかネタバレ的な面で多分大丈夫だと思うんですけどあの言えたらみんなにお知らせすることにもできると思うんですがぜひあのウルトラチャージしてください19歳ラストイベントかもね7月2日が寂しいね寂しいねラスティーンとお別れだよそうなんかやだ大人になっちゃう大丈夫変わらないかな子供だから心はここは子供だよ自慢げに言うことじゃないはい、まあ、デッカーももうすぐ始まるしね楽しみだね
19やったの。19でしょ。来月20歳です。嫌です。嫌です。嫌だ。トミヤンとトミヤンの方が最後って思ってもね、寂しいよね。カムリです。ママさんが嫌がってて、ママさんが嫌がってておかしい。だって20歳になるの。いつまでもこんなにてほしい。はい、そろそろ終わりますね。もうまた終わりますねって何回言いました。5回くらい言ったよね。すごい嘘つきだよね。髪の毛トゥルトゥルでいい感じですね。ありがとう。あ、そういえばね、髪の毛切ったんです。あ、インスタあげたからみんな知ってるよね。前髪も切ったのよ。終わるってん。友達が次いつしますかって言ってます。いつか、いつかします。あ、でもグランドフィナーレの前にはすると思うよ。え、インスタライブしないかな。明日にしようか。明日もできればしましょうか。スムーサールンちゃんと無料キレだよ。キレやぜよ。きでテナバルス行っとろ。ちょっとの楽しみ破壊すぎだ。じゃあバイバイ、終わります。みんなおやすみなさい。あと、あの、春に鳴く虫が一体何なのか教えてもらってもいいですかね。あ、そう、春の夜に鳴く虫、なんかそういうなんか題名の歌ありそうじゃない。春の夜に鳴く虫。ちょっと一口。どういうこと。春の夜に鳴く虫が私の心を寂しくさせる。あ、愉快だね。じゃあみんなおやすみなさい。今日土曜日だよね。明日の日曜日も楽しんでください。なんだか今日が日曜日の気がしてならなかった私からの情報です。バイバイ。どうやって終わってたっけ、いつも。来てくれてありがとうございました。また次の配信も来てください。バイバイ。おやすみみんぜみ。